皆さんどうもこんにちは、ビューティーです。今回は龍が如く7、光と闇の行方のファミ通紹介をしていきたいと思います。転職にも大きく影響する人間力というパラメーター、人間力を高める方法と戦闘時のメリット、情熱、やる気やロマンの根源となる人間力で、熱意ある言動をしたり物事に打ち込むと成長することがあります。メンタル、精神的な強さや集中力の根源となる人間力で、度胸や精神力を試される場所で成長することがあります。優しさ、包容力や尋常の根源となる人間力で、町の人や動植物に優しく接すると成長することがあります。陽気、社交性や明るさの根源となる人間力で、場を明るくするような行動をとると成長することがあります。知性、教養や記憶力の根源となる人間力で、論理的な提案をしたり勉強をすると成長することがあります。そしておしゃれ、魅力や品性の根源となる人間力で、気の利いたやり取りや、真意ある振る舞いをすると成長することがあります。資格学校に通って人間力を高めましょう。伊勢崎神町の中華街にエリアにあるプレイスポットの一つで、この施設で多彩な試験に合格すれば、春日の人間力を大幅に上げることができます。人間力を高める場所は学校だけに限りません。サブストーリーなどで出てくる選択肢、プレイスポットでの成績なども春日の人間力向上に影響します。ぼーっと生きてんじゃねえってことですかね。困っている人を助けても人間力はアップします。すべてのプレイスポットで人間力を高められます。絆を高めることで多彩ないいことがあります。春日の人間力と同じく、仲間にも専用のパラメーターがあります。それが春日との絆です。好感度ですね。春日との食事やプレイスポットで遊ぶことで深まっていきます。絆レベルが上がると仲間の転職できる職業や技が増えるほか、春日の攻撃後に追撃してくれるなど多彩なメリットがあります。仲間たちの問題を解決して絆をどんどん深めましょう。仲間との食事が絆を強くし、仲間と遊んでも絆は強くなります。そして仲間との絆を深めればバトルの連携技を繰り出せます。絆レベルが一定以上になれば、極技にその仲間との連携技が追加されます。これも仲間と絆を深めることのメリットです。元刑事である足立の絆を深めた場合は、足立が羽子いじめをした敵に対して強烈なバッドスイングを繰り出す絆技、羽子打ちという連携技を習得します。単独で放つ極技よりもワンランク上のダメージを与えます。というわけで今回はこの辺で、龍が如く7、光と闇の行方のファミ通紹介を終了していきたいと思います。見てくださった方々、ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録および SNS での拡散をよろしくお願いします。